お前らが新入部員か俺は部長だ。ところでお前ら柔道経験はありません。なんで入ったのいや、なんか強くなれるかなって。お前はあ、ありません。後ろのドデカちゃんはあ、ありません。うん、まあなんだろう。柔道って特殊なスポーツでさ。 体格が良ければいけるだろうっていうアホがいるんだが、そういう奴らは全員ここの時点でやめてもらってる。柔道ってのはどこまでも武道なんだよ。闘志が必要で、そこに洗練された技術がないと絶対に勝てないんだよ。おでかちゃん、身長体重はあとダンベルどれくらい持ち上げれるうん、身長1メートル90センチ、体重105キロです。ダンベルはまあ150キロなら。うん、かわい,い卵ちゃんって感じだね。まあ言ってもわかんないだろうから、まずは軽く組んでみようか。そこで根を上げるようだったらもうやめてもらっていいから、柔道の現実を教えてやるよ。 あ、全然あかん。全然動かん。岩みたい。なにこれどうしたらええんめっちゃ強いねんけどこいつ。ふん。ふん。必殺灯籠流しあ、めっちゃ見られてる。あれだけ先輩ずらした手前、もう後には弾けんのだけど、これどうしたらええのてか、よくよく考えたら1メートル90で105キロって化け物やん。なにダンベル150キロって。絶対戦ったらあかんやん。俺、169センチ、60キロあるかないかやで。ふん。ふん。あ、足取られた。やば、ディズニーみたいになって持ってるやん。 トムがジェリーを捕まえた時みたいになってモてるやんああああ振られてる振られてる脳が揺れるバーテンダー並みに振られてるやんやばこいつこのままバー開く気やん俺を振ってバー開く気やんバーでも開こうかなあ開く気やった本当にこのままバー開く気やった先輩すいません俺このままバー開いてもいいですかあ本当にうーわかったじゃあカクテル一つ氷抜きで毎日投稿しますぜひチャンネル登録してね